オカルト部。はい、ということで白富士滝にやってまいりました。こちらの石をですねお返しして、この石にね思いを込めて積んだ方にね、謝ることができればなと思い、オカルト部を代表して持ってきた情報になる私がしっかり責任を持って返したいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、降りてまいりました、今回ねグロニューさんともお話をちょっと相談させていただいたんですけれども、なるべく早めにということで来るにあたってグロニューさんにいろいろアドバイスいただきまして、やはりですね夜だと邪気が溜まるから夜よりも昼に来るべきだよと、お昼にちゃんと返しに行きましょうという話で、今回お昼に来させていただきました。グロニューさんいろいろアドバイスいただいてありがたいですね。いろいろ物のお返し方もそうですし、まあ、日頃動画の中でもねいろいろ出てお助けいただいてますから、今回も本当に感謝でございます。はい、ということで滝の、真下あたりまでやってまいりました。一応黒犬さんからこちら来る前にどういう風に返すがいいかっていうのを伺ったのですが、積んであった場所にお返しして謝るのが良いですということだったので、しっかりこちらにお返しさせていただきたいと思います。すいません、本当に持ってきてしまって申し訳ございませんでした。すいませんでした。